乗り越えるといいますか、踏みとどまらなければいけませんね。そうですね、まあ、ちょっとやっぱり衝撃の相撲でああいう形で負けましたからね、はい、まあ、少しその後からちょっと硬さというのが、ね、ちょっと出てますよね。3日目あのカルマ富士が突っかけてしまって不成立かなという、はい、しかし成立でそのまま琴将棋が中に入って寄り切りで勝負が決まりました。あのあたりからですか。そうですね、翌日やっぱり負けた頭がありますから、まあ、土俵際まで詰めててもその後が一歩も出ないんですよね、で、まあ、組まれて 前に出られて負けてますし、まあ、昨日も押し込んではいるんですけれども、まあ、そこでももう一歩出てないですよね、で足が揃うような形になってますから、はい、何か一つ歯車が噛み合わないという序盤の5日間、一人横綱の重圧はない、体は動いているんだけれども、その後言葉が続きませんでした。昨日の支度部屋です。ただ玉ノ井さん、はい、もう出場する以上これ以上は落とせませんからね。そうですね、まあ、今日の千代大龍っていうのもこう左からかち上げてこう弾くようなね、はい、鋭い当たりをして前に出てきますからね、はい、まあ、それを横綱がどういうふうにこう下から入って、まあ、まあ足を取るなり攻めるかっていうところですよね、はい、密着しなきゃダメですね、密着しないとこの千代大龍引き回りますから、時間前の塩です。挑戦する立場の千代大龍、今日三部アナウンサーに聞いてもらっています。三部さん、はい、久しぶりの結びですね。そうですね、3年ぶりぐらいでしょうかね、はい、千代大龍に話を向けますと、もう3年も経つんですかと、この3年間怪我も多く病気などもあった、体調が良くなってきて、まあ、今のこの地位に戻ってきましたと、はい、いい体調で結びが取れるのは本当に嬉しいですという話もしていました、はい、今日は時間です。決めていきました。2本張った連敗を3で止めました。今日は横綱の意地を見せました。ただいまの8番手は寄り切り、寄り切って羽賀富士の勝ち。